三重県では6日、新たに109人が新型コロナウイルスに感染したことが分かりました。病床使用率2日続けて最も高くなっています。感染側が、他のは、四日市市や名張市などに住む10歳未満、ら70代までの109人です。内訳は、四日市市23人、名張市22、鈴鹿市15人、津市9人などとなっています。 109人の3割上に当たる39人の感染経路がこれまでのとこ特定できていません。名張市に住む10代から30代21人は伊賀市にある製造業の工場の従業員で8、29日に別の従業員の感染が分かり、その後検査進めていて陽性が判明しました。この工場で感染者は県外発表1人を含めて33人となり、 県は合院寮や工場への送迎バスの中で感染が広ったとみて108例目のクラスターとして残りの合院149人の検査を進めています。また6日公表の染め者には含まれませんが三重県の地域連携に所属する40代の男性職員に感染が分かったか同じフロアに勤務する別の職員も病院で抗原検査で陽性となり PCR 検査を受けています。は緊急の要件以外での本庁舎への来庁を控えるよう県民に呼びかけています。6日時点の病、使用率は69.2%で2日連続で最も高い値となっています。自宅療養を含む入院調整中の患者は前日、ら11人増え、3373人になりました。